クリスマスローズ大好き、野々口みのるの園芸ノート。八ヶ岳クラブの正面のところですね。皆様こんにちは。クリスマスローズ大好き野々口みのるの園芸ノートです。今日は10月の4日です。今八ヶ岳クラブにお邪魔してます。ちょうどランチをして、ガーデンを回ってるとこです。東京の方の天気ちょっと分かりませんが、こちらは晴れてます。普段の行いがいいのでしょうか。森の散歩道、パパの石ですね。ここはなかなか細いです。こちらはギャラリーですね。林の中は本当気持ちがいいですね。もう少し下の方に降りていきます。今日は平日なのでさほど混んではないみたいですけども、人と自然の
仲のいい風景八ヶ岳クラブ2022年、お亡くなりになった柳生博さんのお言葉です。もう少し下に降りてみます。食後の散歩にはちょうどいいですね。ちなみにあのランチはハヤシライスを食べました。下の方に降りてくる人は一人じゃないですね。まあ一人はいたか。ほとんど皆さんは買い物のエリアとレストランのエリアに固まっています。下まで行って上がっていってます。上空飛行機飛んでますね。上がっていきます。柳生慎吾さんとは2006年ですね、NHK の趣味の園芸でご一緒させていただきました。とても懐かしく思いますね。確かその時クリスマスローズはご自宅の庭で栽培してるとおっしゃってました。ようこそですね。かわいいロボットです。ギャラリーからの風景です。本当にこのレビの中でとても、光が輝いて見えます。ギャラリーの屋根の上すごいですね。
八ヶ岳クラブ出口に向かって歩いてます。今回の動画はいかがでしたか。また次回の動画でお会いしましょう。クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート、皆さん励みになりますのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。